4連勝中3位のベレーザが前節アイナックを撃破した千葉をホームに迎えました。まず立ち上がり1分のシーン、千葉です。右の鴨川、切り返して大沢のシュートがありました。鴨川選手のね、この切り返してのラストパス、そこから大沢選手が止めてからのシュートのイメージっていうのは素晴らしいシーンでしたね。7分ベレーザです。藤野から最後は土方のシュート、枠の上でした、うまく反転してシュートまで打ったんですけど、枠決めたかったですね。そして21分ベレーザのシーンです。ヒールで落として藤野のシュート、これは大熊のセーブがありました。これもね、菅野選手、神谷選手関わっての不利になった藤野選手のシュート、素晴らしい攻撃の形でしたね。27分千葉です。左鴨川選手がペナルティーエリア外から入ってきて右足のシュート、千葉が先制です。はい、鴨川選手の素晴らしい技術出しましたよね。キックフェイントからのボックス内進入、思い切ったシュート、このサイドネットを突き刺す素晴らしいゴールでした。2試合連続ゴール、鴨川のゴールが決まって千葉リードで後半へ折り返しました。そして後半46分です。ベレーザのシーン、中で山本が合わせました。ベレーザが同点に追いつきます。この北村選手のワンタッチのラストパスのタイミング、あとこの目の前でバウンドする、少し難しいとは思うんですけど、はい、山本選手よく合わせた素晴らしいゴールでした。15節以来の山本のゴールが決まって同点。そして88分でした。藤野青葉が倒されてベレーザ PK を獲得します。藤野はここでピッチアウト、担架で運ばれました。 PK は木下、ど真ん中しっかりと決めて、これでベレーザが逆転です。落ち着いてましたね。そうですね、藤野選手が負傷退場したっていうところで、木下選手しっかりと自分が決め切りましたね。ベレーザ対千葉のゲームは2対1、ベレーザが逆転勝利を収めました。